日ごとの糧。2022年5月3日。新しい歌を主に向かって歌え、地の果てから主の栄養を歌え、海に漕ぎ出すもの海に満ちるもの島々とそこに住むものよ。イザヤ書42章10節。ただ、揺るぐことなく信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音は世界中至るところ、 の人々に述べ伝えられており私パウロはそれに使えるものとされましたコロサイの神徒への手紙1章23節新しい歌とか主の栄光を歌うという言葉が出ていましたがこれらはやっぱり体験に基づいて生まれてくる希望の歌まあ、賛美歌ですよね不思議なことにいつの時代にも 新ししい賛美歌は生ままれ続けてきましたもちろん昔からある賛美歌を否定するものではありませんけれども歌詞や内容がわかりやすくなっていたり表現方法も随分変わってきているように思います。昔イギリスなどで作られた英語の賛美歌は本当に聖書そのものというか聖書にとても忠実な内容が、えー、多かったように思います。まあ とにかく今でも賛美歌、もしくは賛美と言われる神様を称える歌というのがあるわけですけれどもそういう内容を歌うことで私たちは実は希望を告白していると言えるととえんんだと思うんですよね。歌って不思議ですよねゆっくり音楽を楽しみながら歌詞を味わいながら歌っているとそして歌い込んでいるとなんかその世界の中に引っ込まれるような感じになってきます。 自分の得意な歌ばかりではなくて何かこう心を共感できる歌というのを持っているといいなと思いますね。希望の告白の歌といいますかねそういう歌って必要だなと思うんですよね。ですから神様を信頼して新しい歌を主に向かって歌うという心で、まあ、昔からある歌を、まあ、自分の心の中では新しい歌として歌うというか。 それととても大事なことのように思いますね、えー、歌が歌えないという時例えば賛美歌などを手にしていたら賛美歌の歌詞をじっくり読んでみるのもとてもいいと思いますね詩を味わうのと同じような感じですけれどもおそらくあのメロディーが頭の中に浮かんでくる場合もありますし、えー、詩としてその歌詞を読むことで新しい内容が心に届くということも あるかもしれません新しい歌を主に向かって歌え地の果てから主の栄誉を歌えただ揺るぐことなく信仰に踏みとどまりあなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません希望があるっていうことなんだと思うんですよね。良い1日にになりますように